宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目 11-6 グラスラ打たれて負け、いきなり満塁ホームラン打たれるのが悪い。宮城県仙台市宮城野区宮城野2の 11-6 初回が全てやけど温存系統にしっかりやられてるのもクソ腹立つわ。初回グラスラスタートはきついわ。まあ負け試合にしては楽しめた方なんじゃないですかね。岸は今日ダメだっただけだから、まだ A 大地はまあオリックス戦打ってたからギリ許す、西川はなんだ。大地西川住谷の打席ってマジで全然ワクワクしないよな。浅村もいつかこうなってしまうんだろうか。岸はやっぱ隔週じゃねえとダメだな。唐島も明日ダメだろう、そろそろローテ見直してくれよ。西川は最終テストと思えばまあいいだろう。ゴランコとフランコのじゃんけんに今日も負けたのか。だいたい今年で39になるおっさんを猛暑の真夏なのに当たり前のように中野くん運用してるのが狂気やろ。若手投手が打たれなかった、よかった終わり。通過チャンスで凡退繰り返すホクロマンよ。そんなにロッテに帰りたいんか。初回4点がきつかったな。ハムオリ応援するか。オリクユク。5位も6位も一緒だろ、3位という希望を持てればいい。もちろん希望のままだろうけど。ご視聴ありがとうございました。